ハテルマ港の浮き桟橋ハテルマ港、または、ハテルマ漁港は、沖縄県八重山郡竹富町のハテルマ島にある港湾である。管理者は、沖縄県農林水産部、八重山農林水産振興センター、農林水産整備課漁港水産班。管理委託先は、八重山漁業共同組合、ハテルマ島の北西部に位置する。定期航路が開設されている港として、また、 漁港として日本最南端に位置する。ハテルマ島にはハテルマ空港もあるものの定期路線がなく、回路が唯一の島外との交通手段であるため、本港には漁船のみならず旅客船も発着する。かつてはハテルマ海運が石垣港との間で旅客船及び貨客船を定期運航し、安堺観光が旅客船を不定期運航扱いで運航していた。しかし、 2011年1月1日に、安坂井観光が許可を得て、不定期運航から定期運航に変更。その結果、2社が定期航路を運航することになったハテルマ航路は、離島航路補助事業の対象外となり、補助を打ち切られたハテルマ海運は2012年までに、旅客船及び貨客船を運休した。その後、安坂井観光は、ハテルマ海運の貨客船。 フェリーハテルマを引き継ぎ、旅客船及び火客船を運航している。ハテルマ海運の休行後は、安坂へ観光のみが定期航路を運航してきたが、八重山観光フェリーが2018年8月から、新造船によるハテルマ航路参入を検討しており、不定期航路は国や県に申請中で許可が下り次第運航開始、定期航路は慎重かつ前向きに検討中である。 2017年10月に就航したパイ島には大型のため現在の浮き桟橋を利用できず岸壁に直接接岸している。このため竹富町は2022年を目途に新たな浮き桟橋を整備する方針である。また当面は岸壁の路面舗装や簡易テントの設置により利用性の向上を図る予定。 安栄観光の旅客船及び貨客船が石垣島の石垣港との間の定期航路に就航しているほか、同社の高速船が西表島東,東部にある大原港との間に不定期に就航している。かつては、波照間海運も旅客船及び貨客船を運航していたが、2012年までに運休した。ありがとうございます。